すごいありがとう。でも伸ばすの怖いかも。伸ばしたいけどな、今ビョーって伸ばしたらどうなる？壊れないかな。怖いな、怖いよな、みんな怖いよな。でも今めっちゃ完璧なんですよね。ここで一回挑戦してみようかな。本当はここに座りたいんですよ。しおりんさん、だるまありがとう、ありがとうございます。カッピーさんもプレゼントありがとう。ゆしんさんもハートありがとう。折れないことを祈って。それな、マジ動かすの怖いよ。どう、まあ、ちょっと前に倒れてるか。ちょっと前に倒れているな。なんかアキレス腱みたいに伸ばしたんだけど。頑張った、ありがとう。ガービーさんプレゼントありがとう。あ、読んでた、ごめんね。ヨシーさんハート100ありがとう、ありがとう。ヨギボは買わないよ、置き場所が困るもん。これ以上私の部屋に物を増やしちゃダメだ。大好きピー、ありがとう。ヨシーさん、テンションヨグさんプレゼントありがとう。ノタムさんハートありがとう。新しいものね、買おうって思うんですけど、それでもこのこいつで行きたいって思っちゃうんですよ。こういう気持ちが芽生えるんですよ。愛着が湧いているので。こいつをね、筋みたいにね、筋切ってやる感じで止めてるんですよ。いい感じかもしれない。これでさ、こっちにガクンって終われたらさ、ちょっと終わりだから画面見せないどこかな。そうなったらどうしよう、マジで。今はダメなんですけど、ガチで部屋 NG です。 NG ワードバンしてほしい。その一瞬 0.1 コンマの時に、 0.1 コンマっていうのか知らないけど、時にバンしてほしい。バンする係の人、もしこれがちょっと倒れたらバンしてほしいっていう言葉にバンされたらどうしよう。カタラさんプレゼントありがとう。クワピーさんかわいい、ありがとう。クワピーさんいっぱいありがとう。山太郎さんプレゼントありがとう。ぜひ食べといて、プレゼントありがとう。床は散らかってないですよ。どちらかというと、なんて言うんだろう、物を広げてるって感じ。昨日帰ってきたばっかだから、広島から。そうなの、スンパクルすごい感じが必要。そうだよ、本当に新しいの買おうかな。こんなドキドキしながら配信するよりかはね、買った方がいいよね。リバプールさん、え、でもさ、あ、昔の使ってたやつがいいかも。昔の使ってたやつ電気つかないけど、こっち電気つくから、これをかけれるからさ、かけないか、かけれないのかな。洗濯大変、ほんまに。それでもまあまあまあ、実家にいたからまだ。それはりんごさんプレゼントありがとう。寒いね、ちいかいいっしょ。今日はレッスンしてきました。50分くらいに配信終わります。メール送ります。サンタさんにお願いしなくてもこれは買った方がいい。24日まで待てるか分かんないから買った方が良さそうだよな。いや、こいつはさ、まだ使えるからさ、なんかに使いたいよね。ライトが使えるのよ。棒はもう使えないとしてもさ、ライト使えるからさ、ライトでさ、どういい方法を思いつきたい。あ、私ライえ、そうだそうだよ、私昔のライト壊したんだけど電気がつかないんだけど、ここにさ、ドライヤーがあるの。ドライヤーのところにさ、かけられるからさ、それで電気灯せれそうじゃない。デコ出し最高、ありがとう。雪降ってない。今日は、今日もお仕事おと、イエーイ、ありがとう。今日寒すぎて鼻赤くなった、治んない。どすきさん、
雪の結晶ありがとう。わお。今の曲で 今ので 何の曲だったか分かった人天才。これはえ元旦コイン当たったよ今日か、嬉しい、ありがとう。これもう出ない、これ以上もうなくなる、なくなるっていうかなくなった。やばい、マジで今日やばいわ、今日やばい。しかも全然今日練習してない曲を歌いそうになる、やばいやばいやばい。サングラスで君はいつだって眩しくて、お、我も無事に年越せそう、うわー嬉しい、ありがとう。今日ココアさんからリンゴもらったんですよ、見て見て、リンゴもらった、大きい、髪長いんですよ、切らない、クリコンまで切りたい、クリコンまでに切りたいと思ってます。え、いつ切んのって感じだよな、マジで切る気なさすぎてやばすぎる私。成人式までに切りたいよな、まあ、成人式もまとめるんだったら髪切らなくていいかとか思っちゃうからなあ。何リンゴだろう、富士リンゴかな、富士リンゴっていうの知らんけど、ポイモンポイモン、トシキさんかわいい、ありがとう。クリスマスの曲聴いてた、いいよなクリスマスの曲って、マジで安室奈美恵さんのねクリスマスの曲私今日聴いたよ。そうジップロックもくれたの、ロングハーありがとう。でも私のロングってちゃんとしたロングすぎるからマジで切ろうと思う、わかる、ガチでロングここまであるのだからここら辺でいいよね、長いって言ってもわかる、ここでもロングじゃん、そのね、だから私20センチぐらい切れるかな、20センチ切っても多分バレないよ私、20センチこんぐらい切っても、あ、さすがにバレる。え、安室さん今も聞くよ、私の歌姫だから。平成の歌姫なら安比の歌姫だから、黒似合う、ありがとう、今日もジャブンズさんです。明日はお披露目公演から丸3年、え、マジマジそんな、え、マジお披露目から丸3年だってやばくない、3年経つんだガチで。不思議。あ、丸ちゃん Can you celebrate いいよね、これおばあちゃんが送ってくれたの、メリクリって、私 STA の中で一番ロングかな、どうだろうって感じ、なんならやばくない、みんな長いよ、雪だるま、あとね、そうお風呂、ホテルに泊まった時のお風呂でそう楽しめるグッズ、楽しめるっていうか、そうシャンプーとかね、いいグッズを送ってくれたの、エリさん雪の結晶ありがとう。あ、紫の方、つしろちゃんか、つしろさんか、私ジャムズさんを、待って下がってきてないこれ大丈夫、ジャムズさんを好きになったきっかけはつしろみつきさんなんですよ、つしろさんがそう、もともとその前の秋渋さんで知ってて、そこでそう可愛い、会ってみたいってずっと思ってて、でも会えずじまいで STU 入って、そう STU 違う、 STU 入るちょっと前に好きになって、つしろさんをで、そっからそう新しいグループに入ってて、そこからですね、私ジャムズさんを好きになったきっかけ、紫の方、え、もう3年、まだ3年、え、なんかわかんない、もう3年もいたのかっていう気持ちと、なんかまだ3年っていうのはおかしいな、え、もう3年経つんだっていう気持ち、
まだ3年なのかではないね。もう3年も経ってるのか、びっくりって感じ。なんか不思議、3年も経ってるんだって感じもするけど、いや3年経ってんだっていう、なんて言うんだろう、この気持ちです。3週間、お、もうちょっとで1ヶ月だね。嬉しい。もう3年か。よしんさん、雪の結晶ありがとう。クラスでフットサルしてるな、楽しそうで何より。時間の着実の時間の経過は感じない。なんだろう、3年経ったよなって思うっていうよりかは、なんか分かんない、時間の流れがさ意味わかんないなんか、お披露目会の思い出はそうですね、ドタバタした、もうなんか頭の中がパンクしててって感じでしたね。もはやもう何も考えてない。レスのこと考えてたのかなってぐらい、なんかもう踊ることに立ち位置に一生懸命だった気がしますね。1週間なしで仕上げたんですよ。それも今思うと鬼畜だったし、でも今思うとそれが全然普通だし、クリコンなんて1週間切ってから本当に3日4日で仕上げるって感じだから、それが普通の世界で、普通の世界っていうのを最初に思い知らされたというかだなっていう、いい経験だったんだなって思いますね。でもお披露目に関しては本当に、はい、ずっと楽しみにしてたし、楽しかったし、でもなんか本当に分かんなかったですね。分からずに終わったって感じです。お披露目、ドキドキして、そう、分かんないけど終わってたアーピンで会えてマジでよかった、ありがとう。3年前戻ってありがとう。昨日のことのように感じます。マジめちゃくちゃ綺麗になったけどね。ありがとう、卒業おめでとう。そうなんですよ、卒業、中学校高校だと卒業ですね。だからやばくない、中学校と高校と同じ期間にいたって思うのがすごい不思議な気持ち。ガチで不思議な気持ち。3年、やばいね。確かにそうなんよ。うちはペンライト見つけたと思います。あった記憶あります。すごい嬉しいってなった記憶はあるけど、そんな多い方でもなかったから。でも友達がね、2日間あったんですけど、そう、別の友達がそう1日目と2日目に来てくれてて、そう、それも思い出友達が来てくれたんよ、マジですごいよね。そう、それ覚えとるわ。でお見送りもあったんよね、懐かしい。考え方とか内面には変化ありますよ。もうそう、変化しかないですね、もうもはやもう最近はそう、 STU が STU のためにしたいなって感じ。なんか個人で何かしたいっていう目標はなく、まあ作らないといけないんですけど、なんかどちらかというと STU のためにできることを頑張っていきたいっていう、なんかそういう気持ちですね。母性STU48 のために命を捧げたい気持ちです。なんでしょう、そういう気持ちがめっちゃ、そう、前までもそうだったけど、それよりもなんか自分のことをまずやらなきゃいけなかったから、そうねって感じ。なんか何をやればいいか分かんなかったけど、なんだろうね、そう、視野が広がった。なんて言うんだろう、自分のことしか考えられなかったですね、一生懸命で。あちゃさん、尊い、ありがとう、尊い。そう、チーム愛ですよ。よしきさん、よしきさんじゃない、間違えた、としきさん、雪の結晶ありがとう、キラキラ。でもなんだかんだ何をしたらいいかわからないから、何もできないっていうね、もどかしさですけど、でもね、そうですね、ちょっとね、なんだろう、個人仕事とかをして、そうですね、いい個人仕事とかもう、その初期よりもそれは増えたから、そう、 STU48 にいるなって感じがするし、今年は本当に歌番組いっぱい出れたのがすごいね。3期生ちゃん、次はあなたたちが声を支えるメンバーになるのだ。3期生もね、今書類審査中ですよね。もうね、決まっ、書類受かったか受かってないかも決まってる子もいるぐらいじゃないんですかね、知らないですけど、
一番最初に書類審査送った子は決まってるんじゃないですか。知らんけど知らんけどね、ガチ知らんけど。でもなんで私は書類審査に受かったのかとか、そういうの知りたい。そういうの知りたくない？今なら時効だから言える話あるじゃん。なんか高橋みなみさんかな、誰かが何かが48、身長が148センチだったからとかで書類審査受かったとか、小島春菜さんもなんか何かが48かなんかだったから受かっ、書類審査受かったみたいな言ってたんですよ。 STU はそういう2期生はそういう制度があったのか、瀬戸内出身の子は何、なんか瀬戸内出身の子はまず1回全員受からしたとか、そういうのあるのかなっていう、そういうのを知りたい。今だから言えるやつ。手を伸ばすアンナちゃんそうなんよね。審査員誰か一人でもいいって思ったら残るとか聞いたことある。え、そうなの？なんかそれはそれでさそれは嬉しいけどさ、落ちた人が聞いたらさ、えーってなるけどねそうなのか。高見菜さん誕生日が4月8日だったから、3期生生誕祭も入ってくるし。3期生誕祭、3期生誕祭、3期の生誕祭まだですよ。私たち昇格してからだったからわかんない。3期生さんいきなり、3期生さんいきなり昇格するかもしれないしね、それはわかんないですけど。でももはやもう2期生は中間ですよ、本当に。中間管理職でしょ本当に。だってもう2期生が STU の半分を占めてますから、人数知ってますか半分以上占めてます2期生が。だから2期生頑張ろうですね。でもね、その乃木坂さんの2期生さんとかもすごい、なんて言うんだろう、そういろんな番組とかなんか難しいって言ってるんですけど、2期生って難しい立ち位置ですよ本当に。そう感じる。世代交代、めっちゃ世代交代っていう時期でもないですし、なんだろう、なんだろうね、だから難しい立ち位置なんだろうなってそう感じますね。そう、でもそう2期生がいなかったらね、声も忘れないのでね。そう、アンペの次の選抜、もちろん選抜ですよね。それは私に決められないけど信じたいですね。私もすごいお話し会でもそう言われたけど、もういやいやいてくれ、プレッシャーかけるなって思っちゃうぐらい自信はないです。自信はないというよりかは自信は持っておきたいんですけど、なんだろう、不安というか怖い気持ちの方がでかすぎて、恐怖心というかがでかすぎて、そう入ってるって信じたいけど、そのなんか不安と恐怖に飲み込まれそうです2期生主力だよ、ありがとう。いや、個性を出すのは難しいわけじゃなく、なんだろう、世代交代の時ってさ、すごいね、なんだろう、ピックアップというか、でも世代交代すぎるわけじゃないじゃないですか。どちらかというとまだまだまだ先輩方も現役で別にそういう意味じゃなく、そうだから、そう追いつこうとするのがすごい、やっぱ先輩たちの力がすごいから追いつくのが結構、ね、もう本当にすごい壁ですよ。すごい感じます。こうやって走ってるんですけど、2期生みんなで、2期生みんなでというかみんな走ってるんですけど、やっぱり、ね、先輩の壁が強いなって思いますよ本当に。おたまほてっとさん、お疲れありがとう、プレゼントありがとう、ましきさんファイトありがとう、ありがとうございます。あちゃさんペンライトありがとう、元旦声当たりました、ありがとう。年上の後輩いないね、年上の後輩入ってくる可能性、これ 1% ぐらいだよ
もしかして3期にも流れるだろうって思ってます？なんかなんだろう、私もさ、応援してくださってる方でさ、もともと SU 先輩方見てたけど見に来たよって方もいるから、なんかそれは言えないというか、言えない立場です。私自らね、勝ち取ったというか掴み取ったファンの方もいると思うんですけど、流れ着いた方もいるだろうし、3期生ちゃんもね頑張るので、私も2期生すごいなんか見てほしいのに先輩しか見えませんみたいなタイプの方まだいると思うんですよ、きっと。見てほしいんです、本当に。そう、見てほしいですよ。だからみんな見てほしいなって思います。だから3期生ちゃんが入ってきても見るなとも言わないし、見てあげてほしいって思いますね。そう、アンティ勝ち取った、ありがとう。合格した存在を知りました。そうなんだ、ありがとう。そう、なんか全然2期生知らない、なんか、2期生別にっていう方とか、結構最近とか結構もう時間が流れて聞く方はいるんですけど、そう、知らなかったとか興味なかった、全然見てなかったけどみたいな、その合同で何かあった時に知ってとかっていう方もいるから、もうね、ぜひ全員注目してほしいですね。って言ってね、3期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 って言ってたらね、そりゃおいおいってなりますけど、そうですよ。好き好き星から来たから安否しかわからない。うわー、いい星だ。仲間じゃないか。私が王様かな、いや大統領か。強くなると思う、本当に。頑張る、嬉しい。それはそれ、ベータさん、雪の結晶ありがとう、プレゼントありがとう、 I love you、 ありがとう、安否ラブですので、ありがとう。そうだよ、言わないだけで感じしてるからな。知ってるからな。そう、私なんか最近気づいたことがあって、結構私何思ってるかわからない、人に伝わらないだろうなって思ってたんですけど、きっとそれは私言葉を短縮してしまうからなんですよ。嬉しいもね何種類もあるんですよ。だからそう、あ、リアルは。そうね、そういう方もいらっしゃるよね。でも今は花だれ公演で一緒にやってて、そこからっていうことも増えるから、そう、僕恋の時とかね、めっちゃそう、ニキあんま知らなかったけどとかで、そう、知ってくれた人が多かったから嬉しいだけ。お、タイプが似てる。おね、嬉しいってさ、いっぱい連呼するけど、その嬉しいはね、違う嬉しいとかも入ってるよね。頭すぎる人は言葉を短縮しちゃうらしい。うわ、私頭いいんだよ。そうだよ、みんな。きっとそうだよ。いやー。家畜オタク気味。本当に？やった。アンピの全てが好き。本当にありがとう。そうね。まだ会ったことない人もきっといると思うから、会えるのを楽しみにしてます。そう、みんな名乗らなくていいから、一度でもいいから生の安否を見に来てほしい。日向坂46さん、プレゼントありがとう。して UK 会ってみたい。会ったことないみたいに話したいね。話したいよな、話したいよな。お話し会どうなるんだろう。早くて2月とかなのかな、分からんけど。1月あると思う。どうだろう、そんな早くに対応できるもんなんかな、知らんけど。
クリコで2回目の、おありがとう、アンピは生で見るのが一番すみわけ生のアンピ絶対ハマるからだって。いやイヤーカフつけたことないけど、最近ねその撮影でつけて、こうなんかつけてんの忘れてたって感じ。あっといた方がいい。お、そうだね、あっといた方がいいよ。そうだよな、ありがとう。少しでも多く会いに行きたいんよ。ありがとう。初めてお話して棒立ちしてたら助けてください緊張するよな。私も初めて緊張した。チーカのイヤーカフ、え、そうなの、すげえ。私やりたいことがあって、レッスンとかをちょっとおしゃれに行きたいっていう感じで、結構最近 STU 内ではない、流行ってるわけじゃないですけど、そのレッスンでもネックレスつけてるみたいなとか いるメンバーつけるんですよ。で、そう華やかになるというか、それだけで可愛いじゃん。レッスンだけど可愛いみたいな、それがいいなと思って私もつけていこうって思ってるんですけど、あ、でも忘れるし、私こういう服着たら見えないし、結局そうロング T シャツ着た時につけたいって思ってるけど忘れる。そう、そう、会えるうちに会おうぜ。 CCC さん出勤ありがとう。ロリハトさん、雪の消しありがとう。女子トークしたい、ありがとう。しようぞしようぞ。ね、気持ち上がるよね、絶対可愛くなれたら。レッスンでメイクと髪の毛していった日ってマジで最高なんよ。だって鏡に映る自分がなんかアイドルな顔してるから。でもすっぴんでこういうやつでいったらオフすぎて、なんかこんな感じそうでするめっちゃあるよ。だから公演とかになったらメイクしたら、もうマジでメイクしたらスイッチ入るの。そう、気合入る。私ゆで卵になりたいんですよ。私そう、ゆで卵になりたいの。でもなんか卵みたいっていう話をメンバーにリコチかなんか言われた時に、ダンスの先生が、わあ卵もわかるけど牡蠣みたいって言われてなんか牡蠣のミルキーさみたいな、 なんだろう、牡蠣っぽいって言われ、なんかそのいい意味でって言われて、そう、牡蠣ミルキーな感じ、ミルキーというかなんかそうらしいそうそう、ゆで卵ピア。アキーさんありがとう。嬉しい、顔の形ありがとう。誰か分かる人いるかな。生卵とゆで卵の違いは、生卵はさドロンドロンじゃん、ゆで卵はツルピアじゃん。卵と言い続けた卵だよ、ありがとう。そう、柿らしい、柿は褒め言葉だって。そうそうそう、肌がツルツル、なんかねミルキーさもあってみたいな、なんだろう、そうって言われた。ゆで卵最近食べてないです、ミルキーな柿のツルツルさってことだったら嬉しいですね。あとクマの座り方してるって、テディベアの座り方してるってよく言われる。またその座り方してるって言われる。私でも自分的には普通だと思ってたんで、こうやって座るんですよ。これがすごいテディベアらしいんですよ。そう、足をちょっと開いてこう足を伸ばしてこうやって座るんですよ、がテディベア座りって言われてて、言われます。広島さんの柿いいね、いい意味で柿。そうなんですよ、読んだわこれ、あ、読んでなかった。グゼタよりあんたまが好き。あんたま、どんな服着てる男性がタイプ、どんなさ種類があるの逆にどんな服があるんですかね、想像がつかない。どんな服、でもその私服みたいなのもいいですけど、おしゃれに生誕って着てくれる人嬉しい。めっちゃおしゃれに、なんかそう冬だから生誕って言って半袖なんですよ。だからそれですごい、どんどん下がってきてるわ。そう、それを中に長袖を着てとか、そう
テディベア座り男は難しい、関節が、え、こうやって座るだけで足を伸ばして、こうやって足は普通にここでポンと置いて、こうやって座るだけなんだよ。裸ネクタイ？何言ってんの？アキさんかわいい、ありがとう。おしゃれに生誕 T。 ママか、私はママなのか。アキさんプレゼントありがとう、メリークリスマス。そう、冬のおしゃれなオリコ T の着こなし方、生誕 T の着こなし方、確かにむずいよね、むずい。でも結構来てくださる方多いから嬉しい。お話し会とか行ったらね、参考にしてみてください、来てる人。好きな服とか分かんないな。うん、男性の分かんない。女性もさ、こういう服が好きですっていうのあるけどさ、この人がこれ着てるから好きですみたいなのはないよな。なんか、なんて言ったらいいんだ。綺麗めかな、綺麗めっていうのは何が汚い系は何って感じだけど、なんだろう、なんかさ、紳士系が好きかな、知らんけど。紳士系ってなんなんやろうな、分からんけど。モードな着こなしして。やっぱもうダメかもしれない。汚い系とはって感じだよな。可愛い系の服とメンズ系の服どっちがタイプ？自分の服がってこと？ソルメイトさん、プシュドノイルありがとう。アキさん、息の結晶ありがとう。おしゃれとは自分がしたいという服を着ることやって誰かが言ってた。おー、いいね、みんなそうらしいよ。 IT 系企業、 IT 系企業の人みたいな感じ。おー、いいんじゃない、いいんじゃない。なんか想像つかんけど、スーツってこと？ジャケット系の服？服装結構見てる、ごめんなさい。本当に服装に関しては生誕 T 着てるかどうかぐらい。なんかそれよりも顔見てます。ルックアイ、目つぶし。マキマキさん、初期ありがとう。 STU48 2期生、香川県出身、アンピーこと川本アンナです、ありがとう。オードリー春日さんのね、ピンクのベスト、オードリーさんはすごい似合ってるからいいと思います。すごい似合ってる、似合ってたらいいと思うんですよ。まずそうだよ、顔、自分の顔にがどういうタイプかみたいな。そうなの、分からんけど、そう、自分は本当にブリブリ可愛いとかじゃない顔をしてるじゃん。自分はどちらかというと、なんだろう、何系かな、ロングワンピースみたいな。ロングのスカート履いてそうな顔してるからさ、そうとか、なんか自分的にさ、なんかあるじゃん。アウトドア系とアウトドア系だったらどっちが好き？インドア系ってことかな。インドア系どういうこと？アウトドア系とインドア系とアウトドア系ってことかな。アウトドアしか選べないの、もしかしてこれ。まあでもアウトドアの方がいいんじゃない。インドア風ってどんなんなん、逆にわからない、インドアの方がわからない。イケメンでよかった、イケメンだよ。ライブとか仕事休んでスーツで行ってた。おー、いいね、スーツ。あ、でもスーツしてたら仕事終わりに来てくれたんだとか、うわ、本当にありがとうって思いますね。ラードボさん、誰もありがとう。出産してピンクベストしたらいいのか。レスペクト。若林さんのコスプレしていきますね。あ、そっち。そっち。マスクつけててもよくわかるな。え、でもお話し会でめっちゃ感じた。なんか、お話し会で、最近あんた直接会えるお話し会で、初めてかなって思って。だから、わかりますかって言われて。ああと思って、マスクって、ああマスクは、マスクって意外と分かんなくなるもんだと思って、ノーってなった、確かにってなった。なんかマスクの顔をもう覚えとかないといけないっていう。公演とか来てくださった方はさ、マスクしてるからさ、そう
お話し会、オンラインお話し会とかだったらマスクしてないじゃん。だからそう、いつも一人ファッションショーしていくよ。かわいいかわいい。お嬢様学校のアクティブ女子のイメージ。嬉しい嬉しい。アクティブ女子なのかな私。でもなんか最近言われたのは、みなみさんがと直接会えるお話し会で隣だったんですけど、その時にそう、隣がすごいうわーっていう、なんかキャーみたいな聞こえたら、からリコチだと思ってたらアナだったみたいな、そうびっくりしたって言われて、でみちさんが意外おとなしいと思ったら意外と騒いでるよねって言われて、バレてました。先輩に、先輩の前ではそんなにワーキャーしたことないんですけど、バレてました。2期生とかではね、多分ねワーキャーする方だと思う。ワーキャーする方なんかも分からん、どっちだろう。そうですね。ミスタラさん、雪の結晶ありがとう。長友さん、プレゼントありがとう。でもマスク外す瞬間って嫌じゃない。普通に普通に仕事でもこっち顔は知られてるというか、そのアーシャはそっちに行ってるだろうから知られてはいるけど、そのすっぴんとかで行った時になんかメイクするまでの時に挨拶とかでマスク外した時とか、メイクし終わった後に初めて会った時とか、すごいちょっと恥ずいよなちょっと恥ずいよな。そう、認知してるよ。もはや街で知ってる人に会ってもマスクだと分かんないだよね。フェイス ID みたいな機能安否頭の中にあるのかもね。マスクありなしは印象変わるよね。ちょうどいい髪の毛ちょうどいい髪の毛はい、長すぎず短すぎず、短すぎずってなんだろうね。知ってる、ウケる。イーロンマスクって何？ちょっと悪そうな服装とビシッとジャケットならどっちがいいかな。悪そうな服って何？だからたむろってそうみたいな。バイク乗ってるのは悪いことじゃないね。ブンブン言わせてる人みたいな感じ。ドンキの前集合っぽそうな人ってことかなだったら私ビシッとジャケットの派かな。私陰キャだから怖い宮本くんさん、プレゼントありがとう。陰キャだから怖いって言ったら陰キャっぽく聞こえないけど、ガチの陰キャなんで、本当に本当にこういう陰キャっていう人は陰キャじゃないよって言うけど、そのなんかちゃんと自分のことを分かっている私は陰キャなので、誰も陰キャじゃないよって否定しないか。 3R 近くにいるとめっちゃ静かだもん。静かの方である。でもなんかリゴチとワーキャーするタイプかね。渦巻き、ヒゲジン新茶先生ハートありがとう。いっちゃいじってくるもんな。いじる要素があるだけじゃん後ろから肩をトントンして全然知らない人だった時めっちゃ恥ずかしい。最近はしてないけどさ、最近はしてないけどさ、やっちゃうよな。高校とかね。イーロンマスクってツイッターのなんかあるんか。ツイッターの敵。そうなの。高圭さん、プレゼントありがとう。ありがとう。盗んだバイクで走る。ヤンキーとガリベン君どっちがいい？私真面目な人が好きですごめん。でもね、なんか漫画とかはヤンキーの人にさ、みんなさ惹かれるじゃん。まあなんか漫画だったらそうなるじゃん。漫画、私も漫画の世界にいたらそうなってたかもしれない。でも実際は私ヤンキーの、ヤンキーの方、ヤンチャな方は合わないかもしれない。わかんない、ヤンチャ度合いがそう、どんぐらいかは知らない。そのヤンチャ度合いがちょっといたずらみたいな、かわいいいたずらみたいな、まあ、全然私もそっち系だからそっち系だから全然あれですけど。そう、カツオさんプレゼントありがとう。ヒゲジン新茶先生プレゼントありがとう。長友さん I love you ありがとう。 I love you ありがとう。俺だ。お、真面目なヤンキー。あ、いるよね真面目なヤンキー漫画でいるね。なんだかんだ真面目みたいな。まあ、話してみないとわからないですよね。イーロン・マスク6兆4000億でツイッターを買った人。あ、そうなの。だからツイッターのなんか変わったの。
インスタグラムのアカウントとかなんか宣伝をしちゃダメですみたいな。実は根が真面目だから知っとるよ。イーロンマスクさん、これはイーロンマスクさん知らないと時事問題に出るよな。イーロンマスクさん知っとこ、覚えたよ。親知らずにできたの偉い。ツイッター日本の法人を全員クビにした。そうなんだ。こんばんは。ネガクレイジーだ。そうおもろい。マスク作った人ではないんか。1月マスクの生誕祭当選しました。ありがとう。生誕祭じゃない、間違えた。講演か。1月生誕祭あるっけ。ないか。元旦公演かな。富豪か、いいね。ロケットか。ロケット。そっか。前澤さん月に連れてった人。10時全然過ぎてたんだけど。クレイジーフォーユーはあなたに夢中って意味。そうなの。豆知識やな。1月8日は奥さんの生誕祭か。ああ、私出ないんだよ。私出ないのさ、1月8日。男性のデコ出しと前髪あり、どっちがタイプ？わからん。どうなん？どう違う？どう違う？変化を教えてほしい。変化？わかんない。どうなの？どうなん？どうなんか、デコ出し今日してみたよとか、今日は前髪下ろしてみたよって言われたことないからさ。教えて。そう、いつか教えてください。これが、デコ出しだよって。これが、なんとかだよ、みたいな。これが、キノコヘアだよ、みたいな。デコ出しやヤンキー、前髪下ろし、陰キャ、マッシュは。陰キャです。なるほど。なるほど。なるほどもよくわからん。一日裏当たんなかった悲しいだけだね。クレイジーフォーユー。アンピの好きな男性のタイプ。なんだろう、わからんな。なんやろうな。優しい。でも奥さんがその結婚だっけ、なんかそういうタイプみたいな話をチリパでした時に、優しいとかもはもうそれはそうみたいな、それはそうというかそういうの入ってないって言って、確かにと思って。優しいってさね、そりゃそうよ。厳しい人が好き。もう厳しい人、なんかその奥さんは悪いところを指摘してくれる人とか言ってたんですよ。いやでも私、そう、占いの人に言われて、これは本当にやっていこうって、やっていこうというか、気をつけようって思うのは、あの、あれですね。おねだりとか、わがまま、おねだりできる人とか、わがままを聞いてくれる人がいいらしい。その、言えないとかっていうのが離婚の原因になるから、ちゃんと本音とかを言える人がいいって言われました。そうそう、それはモットーに生きていこうって思ってます。そうです。尽くしちゃった。私へのアピール。そう、引いてあげよう。ありがとう。読めないよそのコメント。好きなタイプは水タイプやろ。水タイプやな。水タイプかな。で、炎も爆発して系も好きだかな。ド S の人に惚れそう。偏見。ド S の人ってさ、何なんだろう、わかんない。ドラマなんだろう、漫画とかそのさ、ド S の人はさ、その漫画の世界ではさ、おーってなるけどさ、実際いたら私めっちゃ腹立つと思う。何、ド S の人ってどんなこと言うんだろう。漫画の世界ではキュンってくるんだろうけど、なんだろう、なんて言うの？これはね、ちいかわって名前だよ。このやつ。
話聞きに行きます、ありがとう。そう、わがままに生きるんだ。ゆあちゃんバラありがとう。今日ポケモンしてないわ。お、いかいけるあれ。悪タイプと虫タイプです受ける。ド S だよ、ド S だよっていう、面白い。私は S でも M でもないですね。でもアマはそんなにないかな。アマはない気がする。私漫画の世界ではイケメンだから許せる。あー、確かにっていうのは変だけど ド S の人って何言うの。うまくいじってくれる人が大切。なるほどね、なるほどね。そっか。なんだろうね、一家ネズミっていうのが強いの。誰も安否のアマ安否のアマはなんでしょうね。私はパチパチキャンディーって感じで、パチパチしてます。パチパチキャンディーです2回言っちゃった、ね、最近顔が赤くなりやすい人は愛されるみたいなっていうなんか動画を見て、そう嬉しかったんですよ。初めて赤くなってもいいなって思いました。そのなんかその感情とかが出るタイプだから、その心許しやすいみたいな、なんかそんなこと言われて嬉しかった。言われたわけじゃない、動画で勝手に話してて。頭こつむ私本当にベタベタしないですね。ベタベタしないっていうか、なんか女の子同士もなんかベタベタっていう方変ですけど、なんか結構くっついたりとかあるじゃないですか。マジしないタイプ、しない、なんかしたくないとかそういうのじゃなく、お酒飲んだらすごくかかります。私もね、お酒ちょっと飲んでみたい。ちゃんと安否 A 型パチパチパンチ。謎のチーカー感ある一家ネズミ、調べよう。ヒロアカで好きなキャラクターバクゴーくん、でもバクゴーくんが隣にいるなら私はバクゴーくんの友達になれない、嫌いになるタイプだと思う。そのなんだろう、ずっと悪いことを言うタイプは好きじゃない。なんか言わんでよくないって思う。なんか別に空気悪くするんなんでなんて思うタイプです。そう、私はあんまりというか本当に人をそう好きじゃないってなることはないんですけど、そのなんかなんだろう、その場の空気を悪くするような人は好きくないです。気が合う？真面目でおすすめ？妹にしたい私。本当に？新しい森城まだやってないわ。やばい、やんないと。1日にやろう。1ヶ月に1回効果になってる。やばいやばい、悪が溜まってる。ただの悪の仕様になってる。相手の気持ちに寄り添える人、わかる。なんかさ、頑張れとか頑張ってとかっていう言葉じゃなくてさ、本当に寄り添える人になりたい。わかる。そう、私長女だから。あ、全然時間は大丈夫です全然時間は何も。そう、メールが送れなかったっていう話です。なんかメール送ろうと思ってたんですけど、本当にもうメール送れない、10時過ぎちゃったらもう別に、はい、心配します、はい、100あげる？マジ？じゃあ私いっぱい甘えちゃおう。あれ欲しい、あのポケモン欲しい、このポケモン捕まえて言うわ。わかわかわかる？わかわかる？わか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 る？メールの返信、あれですね、メールの返信のアプリの方はその運営マネージャーさんの検閲を取ってくるんですよ。なんですよ、そんなに来ないですね。なんか
言ったら来るんですけど、そうなんか毎回毎回言うのもあれなので、待ちタイプなので本当に内容が分からなくなるタイプです。本当に自分が何を送ったか分かんないぐらい、てかもう本当に何ヶ月も過ぎてとか結構まとまってゴンってくるので、そのあとアプリだと名前を書いた方がいい、分かんないから、だったら非公式ですけどハッシュタグアンメールをおすすめしたいな。控えてて、すいません。あ、そうなの。そう、アプリで返信するよりツイッターの方が時間もすぐするし、ハッシュタグアンメール待ってます。そのメールの返信だけじゃなくて、なんか美味しいもの食べたら送って、全然応援ツイートツイッターですかにします。お、ありがとう。でもなんか見たことある気がする。みたらさん、雪の結晶ありがとう。心の中で返信ありがとう。こういう内容のメールの話だけどって書いて感想を書くとか、全然嬉しい。今日3通来てる、ありがとう。ハッシュタグアンメール全部ひらがななの。そう、ひらがな覚えてて。チークは見つけたらハッシュタグしとくで、送ってくださる方がいて気づくこともある。ある、そう、なんでもいいよ本当に。みんなのこと教えて、逆にって感じ。なんかもう本当に、今日はこれ食べました、今日はこれしました、全然待ってる。本当にそう、メールとかで今日何食べたのって聞くじゃん。あれ本当にその本当に心から思ってるの。そう、これ返したい時あるけど飲み込みがち。返してよ。なんで、みんなの気持ち知りたいもん。いや、寂しい気持ちになるじゃん。私意外とウサギちゃんなんよ。意外とウサギちゃんで、そう、なんか自分がツイッターとか上げてないけど、ないから、そう、ツイッターのリプとかない時とかはみんな何をしてるんだろう、生きてるかな、私のこと好きなのかなって考えるから。田中太郎よろしくお願いします。ありがとう、返信を。そう、あとね、ハッシュタグアンピーズっていうのもあって、これはなんだろう、まあ使い分けは別にないんですけど、ショールームのねスクショとかハッシュタグアンピーズが多いかな。受信メールに返信はね届かないにゃん。スイッチはねマリカートでポケモンしとるよ。リプしてね、リプいいね、リツイートよろしく。別にね、もうハッシュタグ別に私の元に届くようになったら別に何でもないよ。何でも大丈夫です私がエゴサするのはハッシュタグアンメール、ハッシュタグアンピーズ、ハッシュタグ川又アンナですね。いますよ。アンピーアンナは最近見たり見なかったりで、見るときは公演終わった後とかぐらいですね。ツイッター離れをしようと頑張っておるので。23、24、広島雪みたい。マジみんなやばくない？やばいよ。アンピーにハマっとる。嬉しい、ありがとう。勉強になります。何が2人も勉強になった方がいる。なんて言ったっけ、ハッシュタグチークはまたね、やってくれてる人いるよね。嬉しい。そう、やってくれてる方がいると見るって感じ。常には調べてないです。ポケモン努力値や種族値を見るようになればツイッター離れできるようになります。これはマジ。でもポケモンってさ、なんか今さ結構さ、まだ最初らへんだからめっちゃさ今詰め込まれてるサイトなんよ。だけどさ、本当にさ、あのさ、そう、なんていうんなんかさ、あの時間忘れて、なんかお腹空いてるの忘れて、
そう進めちゃう。そうツイートで広めてください。拡散よろしく。ということでね、そろそろ今日は終わりたいと思います。明日もね頑張っていきたいと思います。クリコンまであと少しなので、クリコンのチケットまだゲットできますので、ぜひお待ちしております。皆さんのことをお待ちしとるよ。私よ時々見る、1年に1回は半年に1回ぐらい見る、ハッシュタグ ANNA88。 これはオーディションの時の、そうハッシュタグでオーディションの時の私が見れるので、おすすめ。みんなおすすめっていうか、みんな見るもんじゃないけど、私はオーディションの時こうだったわとか、その昔からの私を知ってくださった、なんかそうオーディションの時に応援してくれてるって結構すごいじゃん。そう、うわー嬉しいと思って見ますね。気になってくれるフォロワーさんいた。嬉しい、ありがとう。今日もお疲れ様、ありがとう。画面綺麗だよ。楽しみだ、楽しみだ。そう、オーディションの時から嬉しい、ありがとう。ちょっと嬉しいと、お、ありがとうね、前田に。見てる見てる。そう、オーディション安否が見たい人はぜひ。なんか超違いますね、顔は。顔は違いますねってのは変ですけど、なんだろう、なんかね、そう大人っぽくなったんかな、なんかね。でもなんかちょっとね、なんか変、こんなこと言っていいのか分かんないけど、うん、きつさがなくなりました。なんかちょっと顔きつかった気がする、分かんない。なんかキリッとしてます。なんかキリッとしてるっていうよりかは、今もそんなきつい顔してるって思われてるのかもしれないけど、私的にはすごい、うん、パーカーの紐ないのなんで気づいたの、すごいね。そう抜けたの。メイクは上手くなったね。だってもう高2だもん、メイクしたことあるかないかぐらいだったんで。そう穏やかになった顔してます。心穏やかになった顔してる。女子力も高まり、大人にもなり、綺麗さました、ありがとう。なんかうん、なんかキュッと、赤ちゃんみたいだった、マジ。頭んちかかってます。そう菩薩安否にはまだなってないかも、全然菩薩じゃないです私。そうオーディション高2だったんですよ、私にも高校生の時期があったんですよ、皆さんびっくり、びっくりだよ。おんまゆの印象めっちゃ荒れる。でおんまゆだったからこそ受かったかもしれないから、それは感謝してます。あんちゃんおばたおうえありがとう、イエーイ。ということでね、本当に本当に終わりたいと思います。サンリオ、そしてサンリオか、今応募ができるのは、24日に行われるクリスマスコンサート、そして あとはそうですね、それです。サンリオネッツの応募があります、ぜひ待ってます。時は戻れないけど、未来は今現在進行形で進んでおりますので、頑張っていきましょう。27出ないね、それな。27どうなることやら。なんかニヤニヤしながら言っちゃって、なんか匂わせみたいな思われたらはずいんだけど、本当に何でもないよ。何でもないよ。ということで男女を読みたいと思います。13位アッキーさん、12位ミスターさん、11位しおりんさん、10位まさきさん、9位ソウルメイトさん、あメリクリーっていうの忘れてた、13位アッキーさんメリクリー、12位ミスターさんメリクリー、11位しおりんさんメリクリー、10位まさきさんメリクリー、9位ソウルメイトさんメリクリー、8位あっちゃさんメリクリー、7位なおともさんメリクリー、6位としきさんメリクリー、5位おかぴさんメリクリー、4位エニグマさんメリクリー、3位 リバプールさんメリークリスマス、2位山田太郎さんメリークリスマス、1位クワピーさんメリークリスマス、ありがとうございます。ヤンカーさんあたりがとう。なんて読むんやろ、にょ、なんて読むか分かんないんだけど、ありがとう初見、ありがとうございます。27日決まったの、決まってないですよ、知らない、出たいな。ということで
ありがとうございました。メリリメリクリクリメリクリクリということで、今24日に向けて頑張っております。それでは皆さんご一緒に24日25日会えるのを楽しみに、さらに向こうへプラスウルトラー。